Greetings, YouTube, children of darkness, and children of light. It's your favorite neighborhood, Lord Mirokuzenko here, back with another exciting video of Saint Seiya. Now, let's go ahead and get going. Legend of Cosmos. Asgardian. Skip. As you can tell, I've been a little busy. And by the way, yes, I did it. It was not easy. Let's see, what's this one? Oh, hell no. One. Okay, get that going. Combo. Finish was a special move. Special move I can do. I'm going to face that. I'm not going to be able to do a 10 hit combo yet. So let's just go into this. Sid. よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろう、アンドロメダ。だが、このシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど、僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。うん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。逃げるなら今のうちだ。はいと。ギリシャ神話において王女アンドロメダがポセイドンの生贄になろうとした。さしずめお前は我が神オーディーンの生贄になるがいい。この死の剣によってな。時間はないんだ。一刻も早く沙織さんを助けて。僕は必ず死のオーディーンサファイアを手に入れてみせる。ニーネを倒したのは生き人なんだ。今度は僕一人で戦ってみせる。僕の真の動きが鈍る。パーフェクト。いいな。僕の力だけではここまで来れなかった。おうおうおう。本当の力を出してしまった。おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全く指導を捉えられない。アンドロメダ、まだ気づかない。これは陶器？そうだ。俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を。Bitch, I just destroyed you with a perfect.僕の知恵に霜のようなものが。これがシドの陶器なのか。間もなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺の
コスモが高まれば高まるにつれ、闘気が限りなく高まる。なしてこの密室とも言える部屋においてはなおさらにな。I gotta look up how to do this。お前自身も身動きが取れなくなる。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。あ、兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦め、ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだ、アンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんやセイラたちとの約束を守る。 This is one reason why I say Shun is a scary son of a bitch. 僕の本当の力で。 Shun takes his armor off, he gets serious. これであなたと対等に戦える。どうしてもと言えば仕方がない。逃げるならいい。はいと。受けろしろ。僕の真の力を。なるほど、これがネビラストリーム。だがこの程度か。俺の髪の毛一本傷つけることはできぬ。 Now it's getting humorous。Oh, fuck, Shun. Come on.気流が嵐に変化した。お許しください。ヒーダ様。我が祖国、アスガルドに。あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。私は大丈夫。話は後だ。早く行け。そうはいかん。シャイナさん。I was wondering where she's gonna come in.That's gonna be easy. That, not so sure.
see. Six. ワルハラ宮でヒドと会いたいしたシンは自ら封じていた真の力を解放してヒドを倒した。だがその時、同時にシュンを狙っていた何者かの剣を駆けつけたシャイナが懸命に防いでいたのであった。これは一体、やはりマリンの考えは正しかったようだ。シュドの守護星ゼータ星ミザールに影のように従う双子星アルコル、そろそろ姿を見せたらどうだい、アルコルのゴッドウォリアアルコルのゴッドウォリア。この俺の存在を知っていたのはキルダ様ただ一人、他のゴッドウォリアは無論のこと、シド本人ですら知らずにいたのだ。よく見抜いたな、シャイナ。さあ、アンドロメダ、その手の中のオーディン・サファイアおとなしく渡してもらおうか。そうはいかないよ、私が相手になってやる。バッド、お前の相手は私がしている。俺のこの剣、はい、とそこか、そこか。その女戦士が邪魔をしなくて、アンドロメダ。Oh shit, this is gonna suck. Oh shit! Worth it. さあ、二人仲良くあの世に行け。シャイナさん。Now I can go all out and just destroy this. Oh shit. Dude.Run. Just run. Bud, this run. Run, bud, run. You done fucked up. Oh, fuck. そんなことが許されるわけがない。俺はアテナの戦意だ。たとえわずかでもコスモの炎が燃えている限り、どんな逆境からも立ち上がることができる。ドゥード、ラン。一度たりとはいえ、お前たちを見捨てようとした。この俺を許してくれ。兄さん。美しき兄弟愛というわけ。くだらん。所詮この世は己一人。力ある者のみが生き残るのだ。
たとえ兄弟であっても勝つ者と敗れる者に分かれる場合もある。情けは無用。バド、まさかお前は。そうだ、フェニックス、お前とアンドロメダのようにこのバドとシドも血を分けた兄弟。ミザールのシドは俺の弟というわけだ。ならばなぜ弟シドが戦っているとき加勢しなかったのだ。このアルコルのバドはシドが倒れるまであくまで影でしかない。だがシドが倒れればこの俺がゼータ製のゴッドウォーリアとなるのだ。わざと弟のシドを見殺しにしたというのか。もはや貴様を葬るのに何のためらいもない。Let us have a moment of silence for Bud, who's about to get his ass rang. Come on, Keith.But this got utterly destroyed. Oh dear God. Asgard に置いてきた。家を滅ぼす者として忌み嫌われ、どちらか選ばなければならない様子が。選ばれた赤ん坊が母親の温かな胸に抱かれている頃、もう一人の赤ん坊はミノコールアスガルドの風雪の中に捨てられたのだ。それがこのバド。俺は自らの宿命を呪わずにはいられなかった。だがたとえ神が俺を見捨てシドを選んだとしても、俺は自分の手でシド以上の男になってみせると誓ったのだ。無様に敗れたシドに代わってヒルダ様もこれからはこのバドがゼータ製のゴッドウォーリアとなることを認めてくださる。そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアとしてその歴史に名を残すことになる。かわいそうな男よ。何？血を分け、この世でたった一人の兄弟を憎く。Dude, you're pissing Iggy off more and more. お前に聞こう。シドが旬の騎士改正の剣を浴びたとき、なぜお前は手を下したのだ。それは影のゴッドウォーリアとしての俺の役目。それだけではあるまい。お前はシドを救おうとしたのだ。確かにお前には決して消えぬ憎悪がある。たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。だがシドには何の罪もない。それはお前自身よく分かっているはずだ。黙れ。この世にあるはこの場で一人のみ。他に何があるというのだ。もはや問答無用。くらえ。Really? この線を俺のこの線
やろうぜ。お前たちが何度でも起き上がってくるというのなら、この俺も何度でもお前たちを打ち倒してやる。兄弟、幸せな星の元に生まれたわけではなく、一時は敵と味方に分かれて戦ったことだな。今こうしてアテナの元に素晴らしい友達と一つの目標に向かって戦うことができる。俺たちのような不幸な星の元に生まれた兄弟と、いつか平和に暮らせる世の中が来ることを信じ、そのために俺たち兄弟の力を合わせて、この世でたった一人の弟を妬んで憎い、それで得た勝利など何になる。高まれば高まるほど剣の威力も限りなく増していく。アテナのセイントの持つ究極の個性、セブンセンシスとはそういうものなのだ。信じられん。これほど、どこへ行こうと俺の勝手だ。これではアテナのセイントとして失格。OK。何？シド。しかしそれではお前ごと撃ち抜くことに。構わぬ。すでにこのシドは死したも同然。あなたがゼータ星のゴッドウォーリアーなのだから。早く。シド。ひょっとしてお前はバドの存在に気づいていたのではないか。ずっと昔から。なんだと。ならばお前はこの俺がお前に取って代わろうとしていたことも承知の上で、あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこの人にとってこの世に何の悔いもない。血を分けたあなたにゼータ星のゴッドウォーリアを託すことができるのだ。この指導があなたを助ける番だ。私に構わず剣を放つのです。バドよ、その剣、撃てるものなら撃ってみろ。このフェリックス、あえて避けはせん。この世は憎しみ合い殺し合うことが絶えず親子である。 Oh great wise Saint Icky。 まだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い、兄弟は信じ合っている。今もそうありたいと願っているはずだ。もしてこの世は一人の兄弟ならばなおさら。今までの俺を許してくれ。せめてその償いとして兄である俺の手によってお前を俺たち兄弟の父や母の生まれた祖国の地に返してくれた。そして再び生まれ変わることができたら、今度も兄弟として戦いや憎しみのないこの美しい祖国で暮らしたいものだな。Yes.
Well, my children of darkness, I'm going to call it here. But fret not, I will be back soon. Just remember, don't give in to despair, and burn your cosmos to the extreme. There is always hope. Farewell, my children of darkness, until next time.